南相馬市観光交流課の吉田と申します。こっちゃこ南相馬からおすすめスポットをご紹介させていただきます。まずは鹿島区の宝蔵寺。平安時代に征夷大将軍坂の上の田村麻呂が建立した古刹と伝えられ、歴代の相馬中村藩士ももみじ狩りをしたと伝わる庭園があります。毎年紅葉を楽しみに訪れる方もたくさんいらっしゃいます。こちらは南相馬市和田区の大佐の石窟です。今日から平安時代前期の城前の石窟で、東北地方最大最古の石窟になります。相馬市原町区にある福島ロボットテストフィールドです。福島ロボットテストフィールドでは最先端のロボットの実証実験が行われています。ぜひ見学に来てください。南相馬市原町駅のすぐそばにあります南相馬市立中央図書館です。たくさんの蔵書があり、蔵をモチーフにした三角屋根の窓からは心地いい光が降り注ぎ、ついつい長居してしまう空間です。南相馬市には自然、文化、最新科学などたくさんのおすすめスポットがあります。ぜひ南相馬にお越しください。